収まりまりしたゲートイン完了ですスタートしました内から2番ユートザ金髪3番ワイドステラが好ラッシュさらには6番グラス出ていきます8番の人生も前へ 外からは9番西トメロディーこれら先団その後11番フィオリトゥーラ12番アナベル・エクラ13番オールデュスブラン外に16番ウィン・ラウダ固まった先団が1コーナーのカーブへ入っていきますこの2馬身くらい後ろに11番フィオリトゥーラ中段単独で追走となりました 1, 1、2コーナー中間点を過ぎて先手は6番グラスが取っていますリードを体半分8番の人生2番手からいきます3番手、内に2番ユートザ金髪外は16番ウィン・ラウダ3、4番手向こう正面に出ました1馬身半差内から9番西野メロディーこの外に12番アナベル・エクラ6番手先頭まで7馬身ぐらいありますその後は3馬身くらい間が空いて3番のワイド・ステラがいって外に13番オールジュスブラン続きます1馬身差11番フィオリトゥーラこの2馬身 後ろからは7番シュガーフリーに内は4番コーントップスやや縦長3コーナーのカーブを目指していきます 1000m は1分1秒8で通過していきましたシュガーフリーの後ろからじわっと接近してきた5番のダノンアルム3コーナーカーブ内には15番の里のジーニーが続いていって3バシンぐらい空いて後ろから2投目14番奇跡光10番キングプリンス1番後ろいやもう1投 かなり離れて1番フォートポータルが一番後ろに離れて置かれています4コーナーのカーブ残り400を切って先頭、ここで8番の人生前へ出てきましたこれをめがけて12番アナベルエクラ接近4コーナーから直線うちに6番のグラスは3番手になりましたその後ろ離れて13番オールディス デュスブラン4番手200を切って先頭を入れ替わって抜けた12番アナベル・エクラ2馬身3馬身と突き放しにかかる2番手は人生が粘るところに13番オールディス・ブランフィオリティーラ接近アナベル・エクラ快勝ゴールイン2着は8番の人生粘ったか外は13番オールディス・ブランこの2頭内外離れて接戦となっています